行くぞ。はい、今日はまたまた股関節のストレッチをやっていきます。それでは一緒にやってみてください。まず四つん這いになります。そして膝を広げていきます。で、自分がね、行けるところまで広げてください。そして肘を床について10秒間キープします。せーの、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。はい、 OK。 もう一回、それではもう一回やっていきます。せーの、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。はい、 OK です。そしたらゆっくり戻していきます。そしたら今度は両足をできるところで大丈夫なので広げていきます。で、痛いというよりかは痛気持ちいいぐらいで、ちょっと気持ちいいと思うところで押さえておいてください。そしたら両手を肩にこう組んで左右にゆっくり振っていきます。これもまた10回やっていきましょう。せーの、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。はい、一回リラックスします。もう一回やっていきます。せーの、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。はい、 OK。 そしたらゆっくり足を前に戻していきます。はい、では今日もお疲れ様でした。また明日も一緒にストレッチやってみましょう。またねー。